こんにちは、ハルです。今回は拾われた男第1話の感想について話していきたいと思います。いよいよ放送がスタートしたんですけれども、第1話からかなり面白かったなというふうに思います。最初は朝ドラの撮影現場から始まって、いきなり有村架純さんが本人役で登場するっていうのもめちゃくちゃ豪華だなっていうふうに思いました。第1話は想像以上にテンポが速かったですね。最初の第1話は導入部分っていう感じがしましたね。拾われた男っていうタイトルをこう回収するというか、あと出演者が豪華すぎましたね。本当に少しの出演シーンしかおそらくないんだけれども出てくれるっていう方が多くて、ものすごく豪華でしたね。ただ少し思ったのが、豪華すぎて若干胃もたれするなっていう感じはしましたね。嬉しい悲鳴ではありますけれども、つよぽんもやはり第1話から出演シーンがありましたね。これは事前 PR っていうのが15分番組っていうのがあったんですけれども、そこで、流れていた映像でほとんど全部でしたね。太巻きを食べてるシーンでしたけれども、やはり家族、父親というのがめちゃくちゃこう変わり者で、家族全員がこう太巻きをかぶりつくっていうのがなんか恒例行事というかよくある光景なんだと思うんですけれども、つよぽん演じるお兄さんのたけしはやはり変わり者でひょうひょうとしていて、こう何を考えているかわからない、だからこそ悟るとこうちょっとこう変な関係性っていうことなんでしょうね。ただこのシーンで思ったのが、たけしが自分の部屋に帰った後に部屋にアメリカの国旗とかを飾っていたりとかして、もともとたけしはアメリカへの思いっていうのがあったのかもしれないですね。その辺は少し謎ですけれども、今後明かされていくと思います。今回第1話はラスト5分ぐらいが僕はすごくいい終わり方、まとめ方をしてるなっていうふうに思いました。同級生の杉田、彼の夢っていうのが、番組冒頭でこんなところから抜け出してやるっていうふうな、夢を叶えるっていうところから始まって、この第1話の最後の方でこう自分の夢が破れるっていう、彼の杉田の一つの物語っていうのが始まって終わるっていうのが第1話でまとめられていたなっていうふうに思います。杉田が部屋を出ていた後の悟の表情なんかがすごく良かったですね。こう杉田が夢を破れてしまったけれども、自分はこうそうはならないぞ、自分は必ず夢を叶えてやるぞっていう風な心情だったんじゃないのかなと思います。そして最後は母親から電話がかかってきて、たけしがアメリカに行ってしまったと聞かされるっていうので1話が終わりましたね。この拾われた男は、悟はもちろん、たけしっていうのが第2の主人公的なポジションのような気がするんですよね。そんなたけしがアメリカへ旅立つっていうところで1話が終わるっていうのがめちゃくちゃ綺麗に終わってるなっていうふうに思いました。第1話の全体の感想としては、中盤ちょっと中だるみがあったかなとは思うんですけれども、終わり方がめちゃくちゃ綺麗だったので、第1話としてめちゃくちゃいい出来だったと思います。2話以降はまだまだ豪華な出演者が登場してくるでしょうし、中でも伊藤沙莉さんがやっぱりこうヒロイン的なポジションでたくさん出演してくれると思うので、中野太賀さんと伊藤沙莉さんの2人の掛け合いとかっていうのもめちゃくちゃ楽しみですね。今後のつよぽんの出演シーンなんかをちょっと予想していくと、おそらく2話から4話ぐらい、2話から5話ぐらいっていうのは出演シーンはほとんど減っていくんじゃないのかなと思います。そして5話とか6話ぐらいからおそらく悟もアメリカに行くと思うので、やはり5話6話ぐらいからつよぽんの出演シーンというのはぐっと増えてくるんではないのかなと思います。つよぽんの出演シーンがなくても一つの作品としてめちゃくちゃ面白いと思うので、今後も毎週見ていきたいと思います。そして感想動画も毎週上げていきたいと思います。本日の動画は以上となります。皆さんは第1話を見てどのように思われたか、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。